次の講演は、昨夜この花館館長、城山豊様です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。昨夜この花館の城山と申します。花博記念協会設立30周年記念おめでとうございます。私は昨年の4月より、昨夜この花館にお世話になっております。昨夜この花館と言いますと、国際花と緑の博覧会、 が開催された1990年に大阪市のパビリオンとして設立された施設となります当時京都不立植物園に勤務しておりまして近くでしたのでこの花博には何度も訪れましたどのパビリオンも人でいっぱいでこれ昨夜この花館のちょうど入り口になりますが こんなにたくさん並ばないとなかなか中が見れないほど大勢の人が訪れました。この期間中の昨夜この花館の入館者は400万人と聞いております。今回の私の話は、この昨夜この,この花博で体験した経験と、それからその後この影響を受けた私の活動、 それから新しい花のある暮らし特にコミュニティガーデンに関する提案をしていきたいと思っておりますなおコミュニティガーデンとは住民が地域の中で共同で花壇などを作ったり管理するものというふうに定義したいと思っておりますまずあの花博の中で大変印象に残っているもの世界の珍しい植物にたくさん出会えたということなんですね写真はありませんが 特に話題になったのがヒマラヤの青い消しメコノプシスといいますこちらの方は今でも昨夜この花館で見ることができますが大変話題になりましてたくさんの人が並んで見た記憶がありますまたブンゲラというブラジルの植物ですがあの暑さにはあまり強くないのが夏のアスファルトの上に突如巨大な大きな植物なんですねが姿を現したことも 大変記憶に残っています。またこれまでオーストラリアの植物にお目にかかる機会が少なかったんですがここではたた。くさんののオーストラリアの植物を見ることができました次には花の見せ方ですね新しい特に立体的な展示をたくさんしていただきましてこれが後のハンギングバスケットなどにつながっていったのではないかと考えております。 次は、えっと、花壇への出根素の利用当時の花壇というものは一、えっと、年草で絵を描くという形で作られたものが多くこの花壇にいろんな種類の出根草を組み合わせたものというのは大変斬新で、えー、非常に印象に残った記憶があります。これらの花博のいろんな試みというものが後のガーデニングブームを起こしていったというふうに考えております。 その6年後、えー、1996年に草津市水生植物公園水の森というものが開園しまして私は京都府立植物園からこちらの方に、えー、移りました、えー、当時はあの花博のおかげでガーデニングブームまたイングリッシュガーデニングブームというものがありまして、えー、園芸に携わる者には大変いい時代ではなかったかと思っています。 写真は、えー、水生植物公園の花影の池という場所の、えー、様子です。前面に見えますのはオーストラリアの水田で、えー、とギガンティアと言います。はい、ギガンティアというのは巨大なという意味ですので、えー、花も葉も大変大きいんですね。こう池に浮かんでいるのを離れてみても、えー、なお、えー、ダイナミックな印象があります。さらに後方にはハンギングバスケットを水の上に浮かべています。 まあこれらの展示というものが、えー、そうこのフォーラムに合わせて写真を探していく中で見ていますと、えー、海外の珍しい植物それから新しい展示の仕方こういうものを、えー、と花博で見せていただいたその影響を受けているのかなというふうに思いました。はい、次ははは同じ花のの池ですすけども今度は、えー、体幹性水になりますこちらの方は、えー、モネが 絵を描いたことで、日本のみだならず世界中で大変広く知られる絵によりましたスイレンですけども、えっと、モネが絵を描いたのはだいたい今から120年ぐらい前になりますが、その頃に作られたスイレンが今でも世界のいろんなところで育てられています。スイレンというのは大変長寿な生き物だなと改めて思います。こちらの方も背景を見ていきますと、 すぐ後ろにお椀ののようなのはパルグライオニバスその後ろの少し背が高い赤軸のものは水カンナ右手後方のものは日本の野生の太いとなりますがこちらの方も日本や世界の野生植物それから園芸植物さらにハンギーバスケットを組み合わせた展示となっています。 この花影の池というのはこのハンギングバスケットの下を見ていただくと水に映った姿が見れるかと思いますが一般の方に名前を付けていただいて水に映った花の影を楽しんでいただくという池という名前を付けていただきました次は夏の終わり頃の花影の池ですがこれは池全面を覆うパラグライオニバス。 大変迫力のある展示になっているかと思いますが、えーまあ、水登りの展示で主に、えー、ご覧になった方が、えー、驚いて感動するものそういうものを心がけて、えー、植栽をしておりました、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたがこの頃はガーデニングブームで、えー、お店に行けばいろんな植物も手に入るし、えー、大勢の人が植物園を 訪れるまあ大変いい時代だったかなというふうに思っております。しかしながら、えー、徐々に社会状況は変化していきます。これ現在の状況ですけれども、まずはえっと高度経済成長時代に一人当たりの露地面積が減少したということで、えー、たくさんの公園が作られましたが。 現在は人口は減少し、新しい公園というのはだんだん作られなくなっています。えー、まあ、作られなくなっただけではなくて、だんだん管理も不十分になったり、えー、場合によっては、えー、公園をまあの潰してしまうというふうなことも、えー、生じています。またえっと <coughs> 税収の減少によりえっと公園施設の維持管理経費というのはだんだん減少していって、まあ、これまで綺麗、えー、なお花で飾られていた。 美しいいいい公園ととうのも減っていっててるかなと思いますそれから、えっと、指定管理者制度というものが導入されまして、まあ、これまで公園公共で管理されていました公園や植物園の運営はだんだん厳しい状態というものが続いております。はい、一方あの個人の皆さんの園芸の楽しみ方も変化していっているかと思います。 まずは屋内で育ててられる植物に人気が集まっていままっいす。ま、た、コーデックスと呼ばれます、まあ、茎,茎や根がこう塊になるそういう植物ですとか多肉植物に人気が集まっています。これまでのきれいな花が咲く植物というよりは形の面白い植物っていうものを好む人が増えてきています。でまた、たこれらの人たちは、 情報はネットや SNS などから集めてこれまであったような、えっと、趣味のの園芸の会には入らない、い個人でで楽しむという傾向があるようです。これまで日本の伝統園芸植物は趣味の園芸団体によって守ら,れた守られてきたものがたくさんありますがだんだんこれらの植物の担い手というものが減ってきています。 市民の団体の皆さんに平均年齢をお尋ねすると70代か若くて60代っていうところが多くこの先10年経つと日本の園芸特に昔からある伝統園芸のようなものがどうなるのかなというのをいつも危惧しております。 以前ですと、まあ、家を建てれば庭を作ったりまたは生垣を作ったものでしたが今はそのスペースがほとんど駐車場へと変わっていっているかと思います。それで、えー、現在求められているものは持続可能なガーデンではないかというふうに考えております。 街中の緑が減少した代わりに、えー、コミュニティガーデンというものが、のニーズというものが高まっていると考えます。また、これらを維持管理するにも、えーと、維持管理経費が減少していますので、えー、ボランティアによる運営というものが、えー、ボランティアによる運営に依存が <laughs> 高まっているかと思います。また、一方、このボランティアの皆さんですけども。 以前から、えー、ボランティアによる公園の花壇とかには一年草の種苗の配布というものがよく行われていましたですけども、えー、ガーデニングブームをけん経験しましたボランティアの多くの皆さんには一年草の花壇というものがだんだん、えー、魅力のない少ないものに変化して ボランティアでする以上はやはりやりがいのある美しい花壇を作りたいという希望がになっているかというふうに思っています。またその一方で気候変動により夏の気温がものすごく高くなっています。でこの猛暑の中での除草作業や灌水作業というものがボランティアで継続するにはやはり難しいというそういう側面が発生しているかというふうに考えています。 そこで私が提案したいと考えているのがエルフガーデンという、まあ、こういう名前を付けたんですけどもこれは私が兵庫県立大学淡路緑景観キャンパスに在職時に考案したものですがボランティアにによる維持管理を前提に考えましたどういう特徴があるかと申しますと夏の除草労力を軽減する植栽を 行います。出根層を中心に次年度以降の死病費を削減します。植物の形やテクスチャを生かし、多様な植物を使用した複雑なデザインを、えー、考えます。また、オーナメンタルグラスを使用した自然風のデザインとなるように、えー、デザインします。まあこれらのことを実施するためには、えー、植物の知識や 管理の技術というものが必要となってきますのでこれらを実現するためには人材育成というものが必要であるというふうに考えておりますはい、では具体的にどのような手法によってこれらのことを実現していくのかということを簡単に説明していきたいと思いますまずは 園芸,植物によ園芸植物をグランドカバープランツとして利用することによって雑草の発芽を抑制します。特に一年草や非耐寒性多年草などの補ふ性の種類を使いますと生育が終わると全部抜き捨てることができますので雑性の抑制効果が高いことが望まれますまた耐寒性多年草をグランドカバーに用いる場合も あるありますが、この場合は事前にしっかりと多年生の雑草の地下部を取り除いておくということが必要になってきます。また、えっとデメリットとしましては、えー、まあ、毎年植えるということはその分、えっと、経費が発生するわけですけれども、えー、全体を植え替えるわけではないので、えー、まあ、金額的には少ない経費でできるかというふうに考えております。 また、えっと、雑草を抜く順番を知ると書いてありますがこれは次のところでちょっと説明をしたいと思います。2>, <laughs> 2番目としましては出根草をを利用しして次年度以降の経費を削減します。これには、えっと、デメリットも、えー、ありますけどもそれに対しての対処法というものが考えられます。まず株分けや移植などの労力というものが必要となります。えー、出根草は一度植えたらほっといてもいい っていうふうに思われることも多いんですけども、そうではなくてそれぞれの植物の種類によって適切な管理というものが発生します。ですけども、えっ、ー、とこれは夏の除,除草労力を減らした分、えー、秋から春までのそれほど過ごしやすい時期での労力ということで年間の労力分散を図ることができます。それからえっ、ー、と初年度は。えー 内大が一年層よる出向層が高いものですから、初年度の経費が高くなります。しかしながらこれも本来大きくなるものですので、植栽数を植物の大きさに合わせて減らすことができますので、それほど高額にはならないかと考えております。また開花時期の短いものが多いんですけれども、これに対しては いろんな種類を組み合わせるるこここととによって解消すすができますこちらの方も実際にこれらのことを運営するためにはやっぱり知識が必要となってきますがやはり知識を積み上げていくっていうことが大変必要なことでは重要なことではないかと思っております。最後に雑草の対策が一年草花壇と異なると書いてありますが。 動かない植物があると多年性雑草というものが残ってくるんですねこれをきちんと対処するということが必要で雑草はどれも闇雲に取ってしまうのではなく雑草をきちんと見分けてそれに対しての対処をする必要があると考えています次はオーナメンタルグラスの利用です オーナメンタルグラスとは、えっと観賞用に用いるイネ科やカエスリグサ科の植物のことを呼んでいます。メリットとしましては、まあこれらのものを植えると、なんとなくあの野原のようなえっと自然の景観を生み出すことができます。丈夫で手間がかからないもの品種類が多いです。比較的大型になりますので、植、え、栽、ー、数を減らすことができますので、えっと経費削減が可能となってきます。 一方注意することとしましては、えーまあ、逃げ出して雑草、えー、化し周囲の環境に悪影響を与えるという種類も中には、えー、可能性はありますで。これらのものに対してはその地域で広がりやすいと判断をした時には、えー、速やかに取り除くということが必要かと思っています。またえー 手間がかからず大きくなるという話をしましたが逆に大きくなりすぎて困っているという状況を、えー、最近よく目にすることがあります。えー、モーナメンタルグラスもあの少しずつ人気が実は出てきてまして植栽されることがあるんですけども放っっっててておくくと大きくなって手に余ってしまうんです,、ねえー、ですからこれは毎年っていうか常にサイズダウンを図るということによって、えー、ちょうどいい美しい大きさ。 というものを維持する必要があります。次はカラーリーフプランツの利用です。カラーリーフプランツとは、まあ、葉の色を鑑賞する植物の総称となっていますが、えー、ずっと葉が付いている間、えー、きれいに見えるものが多いので、えー、花の場合は花が終わってしまったら鑑賞できませんけれども、そういう意味では、えー、ずっと。 干渉できるということで、えー、より経費的に少ない経費でできるかと思っています。また、えー、葉の色だけではなく、葉の形や質感、それから茎の色など、えー、花以外のいろんなものにこう目を向けることによって、より複雑な花を生み出すことっていうのができます。 まあこういうその植物を利用することによって、えー、使ううう側のなんてうんですか、ね、目がががえてていいいいいいくとととまますすそういうことが可能ではないかと思っています、まあ、ガーデニングブームを経験した目の肥えた愛好家は単純な一年草花壇では満足できなくなっていると書きましたが、えー、ガーデニングブームの頃にはあのイ,ギイングリッシュガーデンイギリスの庭園などもたくさん紹介され、えー、まあこれまでの、えー、日本の花壇 違うものを求める人っていうのが大変多くなっているかと思います次はえっと自然風に見せるための手法をご紹介したいと思います <laughs> このコミュニティガーデンは街中の緑を楽しもうという趣旨を考えていますのでやはり自然風なものの方が人々に好まれるのではないかと考えて自然風に見せるための手法というものを考えました まずは、えーと、風にそよぐ形態の植物を配置します。まあ主にはオーナメンタルグラスとなりますが、えー、同様に利用できる植物というものが、えー、他にもございます。それから、えーと、複雑な植物の配置を行います。えー、人間が植えますと、どうしても、えー、等間隔に植えたり直線に植えたりしがちです。ですので、えー、これを意図的に不規則に配置します。 勝手に生える植物というのはあの人が植えない、えー、人が思いもつかないようなところに勝手に生えてくるんですね、えー、とそのことによってデザイン,がデザインの人工的な、えー、印象というものが随分、えーまあ、壊されるといいますか違ったものになっていきます。 それから大輪のかせる花を咲かせる植物はできるだけ使わないようにします。この花だけが主役になってしまったりとか、またはあの大きい花はどうしても支柱がないと倒れてしまうことが多いです。支柱のような人工的なものがありますと、どうしてもガーデン全体の雰囲気というものが人工的になってしまいますので、支柱がなくても倒れない植物を選ぶようにします。 これらのように多様な種類の植物を植栽していますと生態系が安定してきまして病害虫が発生して,ししても、えーまあ、一部分だけで終わったりとか、まあ、実際にはあのほとんどあの、えー、このエルフガーデンでは農薬を使っていないんですけども、えー、ボランティアで活動する時に農薬散布というのは非常に楽しくない、えー 作業の一つになってきますのでこれらをできるだけ、えー、しないようにするということと農薬が少なければその分も、えっと、経費的にも、えー、削減することが可能と考えています、はい、ではこれからは、えっと、実際に、えー、実際の F ガーデンの姿を写真でご紹介していきたいと思います。 1>, 1枚目は、えー、これは兵庫県の淡路島にあります兵庫県立大学淡路緑景観キャンパスで、えー、私が、えー、在職時に作っていたものになりますがちょうどあのスティパ・テヌイ島が風に、えー、こう何て言うんですかね、この風にそよいで、えー、波のように言っていますけども、えー、こんなふうにあのたくさんの植物が植わっているものですから、えー 雑草の入るスペース自体もほとんど、えー、ありません。これ今の場所のちょっと先になりますが、えー、ちょうど6月中旬の出荷草の開花するシーズンにの写真になります。えー、手前に手前のドーバーが、えー、アメリカ手まりしもつけ、その手前の、えー このシ,えっと、シルバーグリーンの植物がルドベキア・マキシマそれから、えー、中央部分に、えー、赤色のカンナの葉や、えー、右側には黄色のナワシロイチゴのカラーリーフそれから花としましては、えー、青色の青紫のものが、えー、ロシアンセージ・セイジその少し右、えー、白いものがベロニカ・ストルム。 そそれからその少し上の黄色いものが、えー、木花から増すそうですがこれらの植物は、えー、花が咲く頃には大変草丈が伸びますしかし、えー、花が小さいので、えーまあ、風 <coughs> 雨風があっても倒れることがありません、はい、同じ場所をちょっと反対側から見たところになりますが季節がちょっと進みましたので、えー ちょうど倒れかかっているのがえっとジャンボニンニクの花になります。えこれもあの人の背丈よりも高い位置まで行きますが、えー、終わりかけまではなかなか倒れずえー、頑張っていました。えっと中央に見えますガゼボで、えー、ボランティアの皆さんと一緒に、えー、お茶を飲んで、えー、休憩した場所になります。はいここからは、えー、兵庫県赤石市にあります赤、えー、石公園の中の。 にあります、えー、花と緑の松づくりセンターの屋上庭園になります赤市場の中にありますので、えー、背景に見えていますのが、えー、お城に植えられた大型の、えー、樹木が見えていますちょうどこれ夕方でえっ、ー、と日差しがだいぶ、えー、下がってきましたのでこのスティーバテヌイ島が光に当たって輝いている姿が見えます 手前の方のピンクのものは、えー、ペチュニアですけども、えー、上に伸びず横に広がるタイプの品種を選んで、えー、これによって一、えーまあ、年草の発芽抑制をしてもらっていますこれ5月頃のまだ、えー、の時期になります、はい、次は、えー、とホルデウムイバスムですが、えー、これは これ逆向きになりますが、えっと、風が吹くとこんな形でえちょっと逆さまになるのでまあこんな形であのスライドで紹介しますと花ってみんな止まってるんですけども実際に見ていただく時には風が吹けば動くんですね。 ですので、えー、と風が吹くと、えー、動くものというものを集めて作っています。はい、これは、えー、と6月の中旬、出根草が、えー、開花してきた頃になります、はい。こちらの方、中央部分のピンクのものがこれは南アフリカの球根植物のディエラマといいますが、えー、開花時には大変性が高くなります。 ですが、えっと、小さい花、しかもあのうつくうつ下向きの小さい花がこうやって風にかすかに揺れてくれますと「えー、天使の釣りざお」という別名の通り、えー、が最もだなという印象を受けるかと思います。宿根草が咲いてきますと、えーまあ、ここではサルビアやバーバスカムなどが見ることができます。 次は、えっと、秋の明る、えー、秋の様子です。はい、えー、右のちょっと大型の植物がソロガストロムというグラスになります。えー、左はま日本の力殻縁の仲間になります。えっとこんな風にあの、えー、同じ風が吹いても植物の形や高さによって揺れ方が違うんですね。えー、こうやってずっと動いているものがあると。えー じっと見ていても飽きないといいますか、まあ、動く植物を楽しむという形っていうのが今までの一年その絵を描いたものとは随分違うということが分かっていただけるかと思います、はい、次は自分の美しさを探してみようとしてありますが左は霜のついたタイムになります 右側はタムノコルツという植物の雨の後です、ね、こんな風に水滴がつくんだなっていうの,の様子です。それでいろんな植物がありますと、それぞれよく観察するといろんなものが見えてくるんですね。今まで見えてなかったいろんな違ったものが実は見えてきます。そんなものを探してみようということをボランティアの皆さんと一緒に行っています。 次が左側が柳端村草の花の跡ですね、秋の写真になります。今までだったら、えっと、花柄摘みしてたけど、置いとくとこんなになるのねっていうのがボランティアの方の言葉でしたけれども、いろんなものの美しさを探していくっていう、そういう楽しみ方ができるかと思います。右側はトーゴマの芽花と果実ですけども、こちらの方も美しいというものではないですが、 大変面白いものではないかというふうに考えています。はい、で最後にもう一つとありますがこれ昨夜この花館の入り口になります。ここでご紹介したいと思っていますのがこのフラワーポストという名前を付けました。ハ、えー、ンギングバスケットをかけることができます。木製で簡単に作成できて、えー、簡単に持ち運びができます。 えっとこれは先ほどもちょっと紹介しました住宅の周りの駐車スペースになってしまったところここに一つ飾ってみてはいかがでしょうという提案になります。はいえー、街中を美しくするコミュニティガーデンそれから家の周りにちょっとした花のポイントを飾るフロアポスト。 この二つの提案をして私の話を終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。<手>白山豊様にご講演いただきました。では白山様、えー、質問が届いておりますのでご回答お願いします。お話ありました。エルフガーデン、初めて聞きました。どこで生まれたものでしょうかというご質問です。 はいえっと、あの私が名付けたものなのでどこかにあったものではなくて先ほどのような条件を、えー、揃えているものをエルフガーデンと呼びたいというふうに思っています。はい、これ、いつ作られたんですか <laughs> いつ頃今から、えー、7年ぐらい前ですね。 でも今日はその花博の体験のお話、そしてコミュニティガーデンのお話も伺いました。最後には、ね、いろんな提案もしていただきましたけれども、あのフラワーポストというのは簡単に作ることができるんですかね。はいじゃあ皆さんも えー、いろいろと、ね、今の生活環境によってお花がこう庭がなくてお花が飾れないという過程もあると思うんですけれども少ししたちょっとした空間でお花を飾っていただけるとまた花のある新しい暮らし続けていけるんじゃないかと思います。えー、いいたたたただきまましししのは城山豊様でしたどううもありがとうござ